はい、コーツの趣味部屋へようこそ。今回はね、タイトルの通り、ドラゴンボール一番くじ、やってきました。今日から開催ということでね、2018年3月10日現在ですね。はい、やってきました。それのね、結果を報告したいと思います。一応ね、自分の目標では A 賞が出るまでやるというね、今まで一番くじは、最高でも 3回から5回が限度だったんですけど、今回はとりあえず A 賞が出るまでということでね、一応アソートは1ロット、70個入りで A 賞が2つ、B 賞が2つ、C 賞が1つ、D 賞が1つで E 賞が1つであとは解消。まあ解消はね、色紙とあとクリアファイル、クリアファイルとあとグラスですね。はい、という感じですね。はい、ということでね、いろいろねお店回ったんですけど、主に取り扱ってるのがね、コンビニだとローソンかファミマサークル系、そちらでやってますね、やってました。はい、であとはね、本屋とか、そこら辺ですね。まあ一応ね私はいろいろ回りました。ファミリーマート、イキーノ、本屋さん、イキーノ、まあね最初はファミマで行ったんですけど、まだなんか一応商品はあったんですけど黒幕がされててね、まだ開催してなかったみたいですね。で、次の、本屋さん行ったんですけども、まあちょっと減ってて、 A 賞が一つの、B 賞が一つかな、うん、であとのフィギュアはなくて、あと解消が結構残ってる状態で、あんまいい状況じゃないなと。はい、まあ、自分的にはロゼも欲しかったんでね、できればそれも残ってる状況がいいかなっていうんでね、でその本屋の目の前にファミリーマートがあるんですけれども、そのファミリーマートにそのまま歩いて向かったら一応あったんですよ、開催してまして、もう1枚も抜けてない、完璧な状態で残ってたんでね、いや完璧な状態でもきついなっていうんでね、まあそこからまた車で移動しましてね、まああるホビーショップ行きまして、そこでも A 賞と何だろう C 賞だったかなが残ってた、あとのフィギュアは全滅で、あと解消がやっぱ結構残ってるという状況でした。で、またそこからね、もう車で移動しまして、まあそこはね、フンオフっていうね、リサイクルショップなんですけれども、主に本とかね取り扱ってるフンオフなんですけど、そこ行きましたら結構、半分ぐらいもう引かれてまして、残り半分ぐらいだったんですね。でちょっと状況を見て、A 賞とロゼが残ってたんですね。わこれ結構いけるんじゃねっていうんで、まあ自分限界です、10回、まあやれて20回が限界だったんですよ。でとりあえず10回お願いしますと、はい、やりまして、まあとりあえずね、まあ果たしてフィギュアが出たのかっていうことでね、外れじゃねえ、剣のくじ、くじの剣どっちでもいいか、そっちをね1枚ずつやって、合計何枚で、フィギュアが出たかっていうのをね、皆さんと、数えていきましょう。ではいきます。はい、まず1枚、はい2枚、はい3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、
10枚とね、この時点で、出たのがクリアファイルとグラスと、色紙、もう解消しきれてない。ちょっと待てよと。もうあの店員さんもねちょっと驚いてましたね。この確率で全部10回解消ってみたいな感じで、まあ、すごいいい店員さんだったんですよ、うん、結構感じのいい店員さんだったんですけどね、うん、でちょっとねいやこれ引き下がれねえと思ってちょっと刻んでいこうと思ってねちょっともう5回お願いしますということで引きました。で1、2、3、4、5、はい、で、15回引きまして、この5回でなんとフィギュア出ませんでしたもうあのねもう笑うしかなかった。もう店員さんもちょっと笑ってたね、うん、あのこの時点でもうやっぱりグラスと、色紙クリアファイルもうちょっと待てよと。どうしようと思って、じゃあもう、ちょっとね、まあ一人では行かなかったんで、ちょっとね、相方と行って、ちょっと相方にお金を借りまして、ちょっと引きました。はい。じゃあまあ、とりあえずフィギュアが出るまで、ちょっと引きたいからと。うん、必ず金は返すということで、ちょっとフィギュア出るまで引かせてくれということで、ちょっと店員さんとね、笑いながら、ちょっと引いていきました。さて何回で出たか皆さんここからカウントしていきましょう。じゃあまず16枚目、はい、16、はい、一応出た時点で、止めます。はい、今16、17、18、19、20、はい、この時点で20です。はい、今21、いつ止まるんでしょう。25回もやってやっと出ました。ありえないっすよ、もうほんと今回大散財でしたね。まあというのもなんでこんな引いたかっていうのはまあ理由がありましてね、まああの店員さんとねいろいろね店員さんが相談中かねいろいろアドバイスしてくれたんですよ。まあちょっとこんな残り具合だったらもうラストワンまで行っちゃった方がいいかもしれないですみたいな感じで言われたんで結局全部買ったんですよそこのお店にあったの残り、はい、それをね、実際現物を、皆さんと見ていきたいと思います。ではね、ご紹介していきましょう。はい、ということでね、ちょっと解消から、ご紹介したいと思います。まあ、果たして35回でね、何を出したかっていうのをね皆さんと見ていきましょう。はい、まず、はい、H 賞クリアファイルセット、はい、これ裏面表裏でね柄が変わってるっていうね、はい、1で、はい、ベジータですね、はい、はい、2で、ゴジータですね、はい、3、はい、ご飯、裏がかっこいいよねこれクリアファイル、4、
い、同じダブリ5。はい、ゴテンクス。はい、6。はい、ブローリー。はい、7で、ブロリー8。はい、ということでね、以上です。はい、クリアファイル合計8個ですね。合計8個出ました。続いてはね、G 賞、 GABCDEFGG でした。 G だね。はい、まず G 賞、こちらです。はい、スーパーサイヤ人ロゼですね。はい、全4種です。はい、絵柄はこの絵柄ですね。はい、まず1、まず同じのを、まずとりあえず紹介していきますね。はい、続いて、はい、ブロリーです。はい、ブロリーはこの伝説のスーパーサイヤ人。はい、4 5 6、で、ここからまた絵柄が変わりまして、スーパーサイジンブルーの悟空。はい、この絵柄です。はい、8。はい、9。はい、10。ということでね、なんとグラス、身勝手の極意の悟空だけがなかったんですよ。なのでコンプにもならないっていうね、最悪でしたわ。グラス、身勝手だけ、まあ みんな身勝手か、まあみんな身勝手かってそのままになっちゃうけど、みんな身勝手の悟空狙いだよね。いやー、これはめいったな、ほんと。ほら、参ったね。コンプできないっつうのも一番辛いよね。だからもう、なんつうんだろうな、まあグラスがこんだけあるっつうのもね、あれだけど、まあとりあえず、まあ、グラスは以上ですね。はい、とりあえず移動。はい、続いてはね、F 賞、はい、色紙全9種、はい、色これ色紙ですね。はい、こちら、ドラゴンボール、サイヤ人ここに極まれり、ということでね、ラインナップはこちらです。はい、ベジータ、タイセル、トランクス対、メカフリーズ、悟空対ベジータ、悟空対フリーザ、親子カメハメハ、悟空対フリーザ、ゴールデンフリーザ、バーダック対フリーザ、少年悟空で、ゴッド悟空対ビルオス。はい、この全9種です。はい、それが、何枚出たか、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、以上です。8枚出ました。
で、そのうち全9首なんでね、まあコンプリートはまあできないよね、うん、まあ一応ねどうしましょうか、どうしましょうあの一応まああのこれもう見ちゃったんですよね、あのもう車の中でも何が出るかって、あのね相方がねトランクスが好きなんで、ちょっとトランクスだけ出たらあげようと思ってたんでね、ちょっと車の中で開けちゃったんで、もう見ていきましょう。まあ全9種なんで、まあどっちにしろコンパできないんですけどね、はい、悟空ゴッド悟空対ビルス、はい、で、バーダック対フリーサ、うん、なかなかいいけど、はい、少年悟空こうね月を見て大猿に変化するっていうね、はい、海洋拳悟空ベジータ、うん、海洋拳悟空対ベジータもうこの時点でもうダブってますからね、もうコンプもクソもないね、ここまで来るとね、はい、はい、フリーズ対スーパーサイヤ人孫悟空、スーパーサイヤ人対フリーザー、はい、でラストラスト空いてないかな、ちょっと待ってください、はい、ね、じゃあ、続いてはね、上位賞ということでね、いきます、はい、まあ冒頭でも、言ったと思いますけれども、こちらです、はい、ロゼスーパーサイヤ人ゴクブラックロゼ、いい賞、はい、こちらが出ましたね、が出てくれましたね、はい、いやーこれは嬉しかったね、まあ、データもないの全部買っちゃったけどね、うん、はい、まあ、ことのほかね箱がちょっと細いっていうかね、まあ、でもずっしりありますね、グランジスタぐらいの重さあるかな、まあ、全体的にピンクって感じですね、はい、で続きましてはい B 賞スーパーサイエンスのコピーギア、はい、こちらも出ました、こっちの方が重いな、うん、まあ、こっちは全体的に箱は黄色でカラーリングされてますね、はい、重い、これは重い、はい、で、はい、はい、B 賞スーパーサイヤ人孫悟空フィギュア、はい、あ、相当2のやつが2つ、はい、残ってました。で、一番欲しかった、はい、A 賞孫悟空身勝手の極意フィギュア、はい、出ました。まあこれが残ってたからやったから、まああって当たり前なんだけどね、はい、まあ、箱は全体的に、まあ、白、うん、
これも思うよね、うん、はい、ということでね、こういう感じで、もう一つあります。ショソンゴク身勝手の極意フィギュア。はい、ということでね、実は、残りのフィギュアが A 賞2位、B 賞2位で E 賞のロゼ1位だったんですね。それで、残りが34個ということで、実はもう35回引いてるんですよ。1回は相方が別のお店で引いたんですけど、それは色紙だったんですね、はい、なので色紙だけ1個、多く引いてますけれども、で自分は34回引きました。34回引いてこの、A2B2E1、 これはどうなのかな、当たりなのかなっていうと、まあどうなんだろうね。でまあ一応やっぱね、最後まで引いたということで、こちらのラストワン賞バトルヒストリーということでね、悟空の歴代のね敵たち、はい、こちらの色紙も、もらいました。はい、こういう感じでね、はい、なのでね、これを考えたら、当たりか外れかっていうのはまあ人によって変わるとは思いますけれどもね、自分の中では最初はね、本当あの買おうと思ってたんでね、うん、だからそう考えたら結構買うとね、本当身勝手の極意で1万超えてるんでね、うん、だからこれだけでもこの2つだけで2万は飛ぶわけですよ。だからそう考えたら、まあ、プラスだよね、ロゼもいるし、うん、まあ、グラスと色紙は全然コンプしてないけどね。まあ、クリアファイルもそうか、コンプしてない、まあ、と言ってまあでもね、買うよりは、実際に引いてよかったかなって思いますね、はい、いやーほんとね、これはね残り的にラッキーだったと思うべきだと思う。で近くのね別のお店にも見に行ったんですよ、まあ、これ引いた後だったんですけど、もうお金も空っ欠だったんだけどね、もうお金借りたしマイナスだけどね、うん、で、お店別のとこ行ったらもう完売、うん、だからああ引いてよかったなあそこでって思いましたね、うん、オフで、やりましたけれども、うん、まあね、一応このフィギュア、まあ、A と B はね、ちょっと1個余っちゃうんですけれども、ちょっとこれは、オークション等に流してみたいと思います。あの少しでもね、ちょっとお金回収しないと、返さないといけないお金があるんでね、一応ちょっとこれはオークションに流してお金に買います、はい、ということでね、はい、開封に関しては、次の動画で、ご紹介していきたいと思います、はい、まあ A、B、E か、うん、それらはね、次の動画、でアップさせていただきますんでね、この機会に、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。あとね、いいねボタンを押していただけると、大変励みになってね、これからの動画にもつながっていくんでね、皆さんの清きいいね一票お願いします、はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上で、ご視聴どうもありがとうございました。